くけ台。左はテーブルに取り付けて使用するくけ台は、裁縫で洋服をくけるとき、洋服がたるまないよう一方を貼ることに用いる道具。かつては、各家庭に普通に見ることができたが、家庭内で裁縫をすることが少なくなってからは、見かけることも少ない。なお、漢字の、こうは、ヘリや、ヌーの意味を持つ。全体は2本の木製部品を組み合わせた、L 字型をしている。 台座となる L 字型の底辺部品は板状でその一端から棒状の柱が垂直に伸びる。台座、柱ともに長さはおおむね数十センチメートル程度である。柱の長部は針刺しが乗せられるよう皿状になっているか簡易なものでは面と布で作られた担保状の針刺しが直接作り付けられている。皿状もしくは担保状の皮あたりから糸が伸び。 その先に安全掛け針、引っ張り機が付けられている。台座を正座した両すねの下に入れ、動かぬように体重で押さえる。座布団を用いる場合は、床と座布団の間に台座を差し入れることになる。右利きの場合、右腿の外側に柱が直立するよう位置を決める。安全掛け針で洋服の右を挟み固定し、洋服の左を左手で掴み引くことで、片手で洋服を張ることができる。 右手は針を持ち洋服をかける。ABC 新潟日報。日報賞、2014年4月8日閲覧。ありがとうございます。